千田照テルヒコは、日本中央競馬会、立党トレーニングセンターに所属する、長教師。元騎手及び、長教助手。愛称は、チーボー。1988年に、伊藤雄二級者所属騎手としてデビュー。同期には、騎士・重彦ヒ岡ヤ一郎菊沢隆則がいる。市の伊藤が自給者の騎手、つまり千田がいるのにもかかわらず、 リーディング上位の騎士を多く起用することが多かったため、その影に隠れる格好になってしまっていた。後に、浅見周一級車、藤岡健一級車を経て2008年1月21日付で、藤岡阪死級者所属となったが、同年10月21日付で、フリーとなった。しかし、フリーとなった後は一度もレースに起乗することなく、 1> 約1ヶ月後の11月19日に騎士を引退することが発表され、11月20日付で騎士免許を返上した。結果的には10月5日に札幌競馬場で行われた第8レース3歳以上500万した競争が最後のレースとなり、結果は10着だった。騎士引退後はかつて所属していた藤岡県一級舎の調教助手に転身した。 2010年2月に調教師免許試験に合格。3月1日より技術調教師として活動し、翌2011年3月に旧社を開業した。2015年3月21日のファルコンステークスをタガノアザガルで制し、馬、安城の松田大作騎士ともども重症発生派を遂げた。太字は、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。 ありがとうございます。